スーパー連携しよう。頑張るぞ。うまく動けたかな。よっぽど悪党じゃねえか。よく悪くに。ヒットであがって。
後悔しても知らねえからな。これがベムカンパニーの最終兵器だ。死ぬな。集中、畳みかける。戦闘力。どっちはどうだ。毎度あり。ほらお前ら、これが商売だ。商売、商売。盗賊やめるんだよね。そうよ。もう盗みはやらねえ。なんたって俺たちはベムカンパニーだからな。カンパニー、カンパニー、カンパニー。よし、今日から俺は社長。お前たちは社員だ。おお、社員。お、社員か。社員。社員。社員ってなんだ。おお、仲間か。みんなでカンパニーをでっかくしような。よし、お前ら早速働く。お、社長についてこい。新しいお宝探した。了解です、社長。社長、合成したのかな。さあ、
これだけでは測れぬな。ご利用ですか？いってらっしゃいませ。そうか、ミルドのやつはしゃいでたろ。また旅に出ようと伝えろと。そりゃ楽しみだ。ずっと働き詰めだったからな。思い切って長期休暇もいいかもな。そうした方がいい。
ひどく嫌な匂いがする。まるで北条の実験室にいた。旅だ。そうだな、旅に出ないと。大丈夫か。元ソルジャーの宿命さ、いわゆる劣化だ。だから普通の医者にはわからない。お前もソルジャーなんだろ。元ソルジャーだ。悪いな、不安にさせるつもりはなかった。それに必ずこうなるわけじゃない。あ、まだ若いんだ。まっすぐ生きろ。やりたいことをやれ。神羅の呪縛に屈するものかな。あ、劣化の噂は聞いていたが、正直なところ実際に襲われるまで信じていなかったんだ。